皆さんこんにちは。さあいよいよガンバ大阪ホームゲーム開幕です。今シーズンはここホームパナスタでたくさんのゴール、そしてたくさんの勝利つかみ取りましょう。今シーズンもガンバ大阪スタジアム MC を担当させていただきます千石浩一です。よろしくお願いします。ありがとうございます。さあそしてここからの時間はヒートアップタイムということでスタジアムオリジナルプログラムをお届けしていきます。場内ビジョンと合わせましてガンバ大阪の YouTube チャンネル、こちらでも配信を行っております。まだガンバ大阪の YouTube チャンネルご登録いただいていないという皆さんはぜひぜひこのタイミングでスマートフォンなど出していただいてポチッとご登録よろしくお願いします。さあそれではここからは本日のスペシャルゲストをお迎えしましょう。昨年2022年 M1 グランプリ王者ウエストランドです。どうもこんにちは。あ、チャンピオンです。こんにちは。 ありがとうございますチャンピオンです。我々ウエストランドと申します。よろしくお願いします。お願いします。 ありがとうございます。あ、すごいですね。ねえ、まさかねこんなピッチで漫才やらせていただけるなんて、はい、感動でございます。ありがとうございます。はい、まあ、僕もサッカー大好きですから、ねえですね、こうやってスタジアム ましてはピッチに立たせていただくの本当にありがたいですし、ね、ちょっと恐れ多いような。そうですね、はい、まあ、ガンバ大阪も子供の時からずっと見てましたから、ね、ちょっとね本当サッカー大好きだったんですけど、はい、まさかね本並さんとバラエティ番組を中心に共演することになるとは思わなかったんですけど、バンドさんともね、スタジオの方でねスタジオの方で主に本並さん長嶋さん、はい、バンドさん、この間磯貝さんにも会いましたから ね、 あ、そうですね、ガンバにゆかりのあるレジェンドの方々と、はい、主にバラエティ番組で共演してますけど、せっかくなんで我々普段漫才をやっておりますんで、はい、漫才の方をやらせていただきたいと思います。 ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。ね、本当あったかい大阪のお客さんは、ありがとうございま す、はい、ありがたいですね、頑張っていきましょう。いきなりなんですけどね、はいはい、あるなしクイズってあるじゃないですか。 ありましたね。お茶にはあるけどコーヒーにはない、赤ちゃんにはあるけど子供にはない、お城にあるけどお家にはない、正解はある方には全部色が入ってる、じゃあ赤白ありましたね、こういうのね。そうそう、あれのねオリジナルを考えたんですけど、うん、やります、まあ、クイズ得意なんでちょっと出してみてください。じゃあまずね、ラーメンにはあるけど、うん、お蕎麦にはない。ラーメンにはあるけど蕎麦にはない、うん、はい、わかりました。まだ1個目なんでね。1個目で分かったから別にいいっしょ。じゃあどうぞ。ラーメンにあるけど蕎麦にはない、うん、正解は暑さ。あ、違います。蕎麦にも暑いのあるんでね。あ、じゃなくて店員の鬱陶しい暑さ、ラーメン屋店主の必要のない暑さ、いらっしゃいませじゃないんだよ。店入ったくらいででかい声出すなよ、恥ずかしいから。ギリギリのところにタオルを巻くな、ネギ切りづらいだろ。あのやったらラーメン屋の家訓を T シャツにすんなよ。あのお店味はいまいちだけど店主の気合がすごいから行ってみようってやつ一人もいないから。せっかく味美味しいけど店主の気合うざいもんな、行くのやめたしかないから。必要ないんだよあんなの。だから必要ない暑さ。違います。暑さ違います。暑さ違います。違うの。違うよ。もうでも次行ってくれ次。パナソニックスタジアムにあるけど他のスタジアムにはない。パナソニックスタジアムにあるけど他のスタジアムにはない。はい、はい、わかりました。あ、じゃあどうぞ。タムケンさんの焼肉屋ないか他のスタジアムには。ないけど焼肉屋田村すごいいい香りずっとしてきてるから、僕らが見させてもらう席にずっと焼肉の匂いしてきてるから、お腹がすごいすくんだよ。タムケンさんの焼肉屋違います。タムケンさんが大阪と東京じゃスタンスが全然違う。やめとけ。大阪ではシュッとしてる、東京では獅子舞になるけど大阪ではちゃんとしている。タムケンさん。やめとけ。タムケンさん答えが、ああそんなわけないだろ。違うの。違うよ。ああ、じゃあ次行ってくれ次。じゃガンバ大阪にはあるけど他のチームにはない。ガンバ大阪にあるけど他のクラブにはない、うん、はい、わかりました。じゃあどうぞ。圧倒的な攻撃力、2012年 J リーグ最多得点なのに J2 降格、どうなってんだおい。聞いたことないからそのパターン。一番最多得点記録して J2 降格聞いたことないから、しかも翌年 J2 で優勝してさらに翌年 J1 に上がって国内3冠、どうなってんだよ。すごいアップダウンだから、もっと本来ずっと上にいるべきクラブだから、攻撃力を生かして今年はチャンピオンにならなきゃ。そうだろうが。ありがとうございます。そうなんですよ、もっと常にチャンピオンにいるべきクラブなんだ。結局何が言いたいんですか。ガンバ大阪応援してます。どうもありがとうございました。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 さあということで今一度ウエストランドのお二人大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます。あ、すいません、ゴール裏の皆様ありがとうございます。すいません。
さあそれでは改めましてになりますけれども、はい、もうぐるっとお客さんがいらっしゃいます。ぜひそんな皆さんに一言ずつご挨拶いただけますか。いや初めてここ来させていただいたんですけど、もうね皆さん思ってると思いますけど、マジで最高のスタジアムですね。いや最高ですよ、はい、本当にいい作り、はい、これがこれぞサッカー専用スタジアムというかね、うん、はい、素晴らしい。さあということで改めましてウエストランド井口浩之さん、そして河本太さん、ここからはよろしくお願いします。お願いします。まあいつもは、はい、劇場で、そしてステージでということですけれども、はい、パナスタ、この大きなスタジアムで漫才っていかがでしたか。いやね、当然緊張しますし、いつもと違う感じですけど、やっぱ正直その、まあ、M1 優勝させていただいて以降いろんなとこ行かせてもらいますけど、はい、大阪の皆さんが一番あったかいんですよ。そうなんですよ、実はすごいやりやすい、やっぱ漫才の街というか、はい、その感じあるんで、すごいやりやすい環境できますし、 M1 もね、やっぱ大阪たくさん見てくださってますから、いやありがたい限りですね、はい。まあ、こんな本当に素晴らしいスタジアム、はい、この来場っていうのは今回初めてですか。そうなんです、はい、ずっと来たかったんですけど、まさかこうやって漫才をやることで呼んでいただけるとは思わなかったんで、ね、だって我々もずっとサッカー、まあ、特に僕は小学校から大学までサッカーやってて、はい、高校の時同じサッカー部で岡山県の強豪作陽高校と当たって24点入れられましたから24点入れられたサッカー部だった僕らがまさかここのピッチに立てるとは ね思わなかったですから。そのプレーされてた頃っていうのは、はい、それぞれどういうプレースタイルの選手だったんですか。僕はまあフォワードだったんですけど、はい、主にゴッツァンゴールを中心に主にゴッツァンゴールを中心にこぼれてきたやつを決めるっていう感じだったんですけど、はい、相方は高校の時だけサッカーやってて、はい、まあ、弱小のサッカー部だったんで、はい、部員が12人しかいなかったんですけど、はい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 、その唯一の補欠がこいつです。そうなんです。主にベンチを温めるスタイル主にベンチを温める唯一の補欠のくせに唯一マネージャーと付き合ってましたから今の嫁さんなんです。それが今の奥さん。今の奥さんが、はい、すごい狭いコミュニティでこいつの人生完結してます相方と伴侶を見つけたってねまあですから学生の頃からそうやってそば、はい、にはサッカーがあって、いやそうですね、はい、そして今日はご縁があってこのパナスタにご来場いただいてと、はい、いうことですけれども、さあ今日はガンマ大阪のいよいよホームゲーム開幕ということで、いやテンション上がる、はい、このあとこのピッチで試合が行われますけれども、はいはい、改めて、まあ、これまでのガンマのイメージってお二人どういうイメージ持ってらっしゃったのか聞きたいんですよね。そうですね、さっきもネタでも言わせてもらったんですけど、はいはい、やっぱり攻撃的なサッカーというイメージですから、なんか見てて本当に楽しいサッカーだなっていう。そうですね、点入るからねやっぱり。そうですね、はい、だからまあね正直こんな順位にいるチームじゃないとは思うんでね、まあ我々僭越ながら一応 M1 チャンピオンですから、はい、ちょっとでもねこの我々のチャンピオンパワーをこう皆さんにまあまあまあ今年一番持ってますからね我々は。お前が言うなよ、何もしてないんだからちょっとでもなんか応援の力になればいいなと思いますね。そうですね、はい、いやぜひねたくさんのゴールが生まれるそんなシーズンにしてもらいたいなと思いますけれども、はい、お二人はどういうプレーにこう熱くなったり、どういうプレーにこう心を奪われたりするんですかね。やっぱりねゴールが決まる瞬間が一番盛り上がりますから、まあまあまあ、このね、はい、ゴール裏の感じとかも最高じゃないですかやっぱね。いやあの辺で見たいわ。そうですね、あとJ リーガーになりたかったな点を決めてあそこのみんなとねこう喜びを分かち合いたい、うん、だってないですからねお笑いでね、いくら受けたってね、はい、あんな何万人もの皆さんにわーって言われることないですから。ない、ね、だってお笑いでねボケやって突っ込んだとゴール裏に行くことないですから、ね、飛び込んで行って比べるなよ。羨ましいですねこの空気でできるのもね、うん、それはすごいよ。まあ、やっぱり一つゴールっていうのはねチームが積み上げてきたものの最終点といいますか。そうですね、はい、ね、ですからやっぱりそのゴールが生まれる瞬間というのが一番。そうですね、心躍る、まあ、とはいえねもちろんゴールキーパーからの、はい、ね、そこからも全部大事ですし、うん、僕も昨年、はい、サッカー関連の番組いろいろ出させていただいたりしたんですよ、はい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 、それこそ本並さんとか梶さんとかとご一緒したんですけど、はい、その月刊ゴールキーパーっていう嘘みたいな名前の番組があったんで、そこでゴールキーパーのこともちょっとこう学んだりしたんで、ああ その辺も注目したいですね。まあ、ですからやっぱり
ディフェンスの部分では最後がゴールキーパー、そうですね、そこが死守できるかどうかっていうのが ね流れを変えてきますし、はいはい、一応僕はセンターバックだったんで、はい、やっぱディフェンスの動きは結構見たりしますね。あーなるほど、はい、じゃあボールのないところでのこのポジションの動きだったり、そうですね、ライン上げたりとか下げたりとかのね、はい、ああいうのやってたなとかいろいろ思いますけどね、僕にはできなかったなとかね全然できてないから唯一の補欠ですね。そうだいやでもそうしたお二人、今お忙しいと思いますけれども、ガンバ大阪をはじめどうでしょう、 J リーグの選手の方たちと何かこう交流があったりっていうのはありますか？そうですね、やっぱ M1 優勝させていただいて、はい、特に年末年始こうバーッと忙しくさせていただいてたんですけど、やっぱりその主に牧野さんにすごい会いましたね。そうですね、まあ、引退されて特にバラエティーたくさん出られてたんで、はい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 、ただこうやってだんだんサッカー選手の方と共演させていただいたりとか、こうやってね、イベント呼んでいただくのがすごい嬉しいですね、サッカーずっと、はい、未だに、はい、わーっとその、ね、いくら年下の方とはいえもう相当緊張しますから。サッカー選手はね、はい、緊張しますよね。また別ですね、芸人の先輩に会うのとは、はい、ああそうか、はい、今までこう例えばこうスタンドから応援していた選手だったり、はい、画面越しに見ていた選手が目の前にいると思うと、そうなんですね、はい、ちょっと変な感じになってしまう。いや本当にかっこいいなと思いますし、うん、未だに憧れですよね、うん、芸能人ともちょっと違う、違いなんかね、アスリートっていう、はい、さあそしてこのJリーグ2023年のシーズンが先週からスタートしまして、はい、さあこの1年どんなシーズンになるのか、まあ、J リーグがどうなってほしいのか、井口さん2023年のこのシーズンどういうなんかこうシーズンになりそうだと予想されてますか？そうですね、やっぱワールドカップあれだけ盛り上がったんで、はい、まあ、当然海外のリーグもいいんですけど、やっぱり J リーグがね盛り上がらないとっていうことになりますし、あるんです、そうなるとやっぱりねこのビッグクラブであるガンバ大阪が活躍するっていうのが J リーグ盛り上がる一つにもなると思いますから、はい、ちなみに我々他のクラブのイベントも出させてもらったことあるんですけど、はいはいはい、僕らがイベントに出た試合全部勝ってるんで、そうなんですよ、はい、今日はちょっと対勝するところをねぜひ我々も見たいですね、はい、いや、ありがとうございます。やっぱりシーズン長いですけれども、はい、このガンバというチームがやっぱりこうトップに入っていく、うん、そういうシーズンを、いやそうですね、もう我々はねこう漫才やらせていただいたんで、はいはい、あとは応援に専念して、そうですね、はい、あとはもうちょっと楽しませていただいて、そうなんです、うん、最高の空気ですから、天気もね良くなってきて、よかったよかった、外でもさっき漫才やらせてもらったんですけど、ありがとうございます。信じられないですけど、僕らが漫才やってる時だけ雪が降りまして漫才やめた瞬間晴れてきたんですけど、ね、うん、今雪の方は耐えてますんで大丈夫ですね、はい、大丈夫です、はいはい、よかったです。さあ先週からそのリーグは開幕をしまして、はい、そしてガンバはアウェーで柏レイソルと対戦、はい、試合の方は2対2の引き分けということになったんですけれども、はいはい、どうでしょう、お時間あった中で5試合とかってご覧になれる、そんな余裕ってありました？あ、見させていただきました、もちろん、はい、どういう感想を持たれました？まあ、ちょっとね結果としてはね引き分けで残念なんですけど、やっぱりこの2対2、まあ2点取ってるというところがガンバらしさでもあると思いますし、ちょっとねやっぱ宇佐美選手復帰してというところで、いや今日はもっと爆発してくれるんじゃないかなと思いますね。そうですね、まあサポーターの皆さんもやはり決めてほしい選手、まあその一人に宇佐美選手がいたと思いますけども、宇佐美選手がもうチームのファーストゴール、いやそうですね、うん、でここのまたホーム開幕戦ですから、はい、マジでハットトリックくらいやってくれてないですかね。いや期待したいですよね、はい、今回、まあ、今日ここがホームゲーム開幕ということでサポーターの皆さんも気合入ってます、うん、そしてもちろん選手の皆さんも気合入ってると思いますけれども、ウエストランドのお二人がこの選手ちょっと注目してるんだよな、期待してるんだよなっていう選手とかいらっしゃいます？いや、まあ、やっぱ宇佐美選手がやっぱ7番をね、はい、つけてっていうところ、こう僕ら、まあ、僕らごときでも胸熱になるところありますし、はい、ちょっとねこのやっぱ伝統とかもあるクラブなんでそれを引き継いで、うん、僕は今日ハットトリックしてくれると信じてますから、あ、はい、やっぱりこのアカデミーからずっとこの青黒のユニフォームをまとっている宇佐美選手、そうですね、やっぱ怪我で昨シーズン ね悔しい思いをしてたと思うんで、はい、爆発してくれるんじゃないですかね、今シーズンはね、うん、
コムさんもやはり宇佐美選手ですか。そうですね、同じになっちゃってちょっとつまんなくて申し訳ないですけどやっぱり宇佐美選手の得点をね、昨シーズンの反動じゃないですけどね、はい、今シーズンこそは、うん、で今日開幕戦ですから ね、 はね、まあ、同じこと言ってますけどハットトリックみたいです、うん、完全に同じことを言いましたね、はい、背番号が7に変わり、はいはい、そしてキャプテンというね、全てのこのガンバの歴史を背負うというね、はいはい、そんなシーズンになっていますんでね、まあ、僕ごときでももう超若手の時から見ててうわすごい天才が現れたな、はい、なんていうんですかね、結構やんちゃなプレーでみたいなところ見て、はい、まあ、皆さんからしたらもっとあれでしょうけど、その選手がこうね、うん、7番を背負ってキャプテンになってっていう、はい、ところもなんか ね、そういうドラマもありますから、ガンバっぽい選手というかね、そうですね、まあ、そういうですね、やはり皆さんのおそらく期待も背負って、うん、今日はですね宇佐美選手を筆頭にチームこのピッチで躍動してくれるのかなと思いますけれども、お二人はサッカーをされていたということもありまして、はい、今後もこういうどうでしょう、ガンバはじめとします J リーグ関連のお仕事というのはバンバンやっていきたいという思いってあるんですか。そうですね、サッカー大好きなんでいろんな形で、でね、もちろん選手ねプロになることは全然できませんでしたけど、はい、何らかの形でワールドカップに関わりたいというかね、はい、行きたいですから。さあそれではですね、ここで日本 J リーグ最高峰のガンバ大阪ゴールキーパーチームがピッチに登場しております。イエーイ、サポーターの皆さん大きな拍手をお迎えください。それではここで我らが熱き青の力ガンバ大阪エントリーメンバー18選手をご紹介します。背番号1完全無欠ピッチ不当の青い盾東口正明、背番号3うなりを上げる青黒の若きジャベロット本田陸、背番号5ゼロの系譜ナンバーファイブの伝承者三浦健太、背番号7すべてはここから青のきらめき宇佐美隆、背番号8勝利をつなぐきらめく青の DNA 飯野良太郎、背番号9問答無用一刀両断青の侍鈴木武蔵、背番号10歴史を背負う縦横無尽のナンバー10倉田修、背番号11ゴールを切り裂く華麗なイーグルイッサム・ジェバリー、背番号13羽ばたけさらに高く瑠璃色の翼高尾龍、背番号18正確無比勝利へ導く羅針盤ヌタロビー、背番号20燃え上がるガンバのディフェンス投手クォン・ギョンウォン、背番号23たぎる闘争心勇猛果敢なソルダード、どうも、ね、すごく責任っていうところも感じますし、モチベーションも、背番号24サイド揺さぶる総国の早さ黒川圭介、背番号29ピッチで脈打つ青木クオレ山本勇気、背番号34砦となれ次世代のディフェンスリーダー江川雄星、背番号37歓喜の一撃青の希望山見ひろと、背番号47ハードワークの魔法をかける青の魔術師ファン・アラーノ、背番号99日本最強へ新守護神谷浩
相手によってどの選手がいいのかっていうのを決めて、以上我らが熱き青の力ガンバ大阪エントリーメンバー18選手ご紹介しました。さあということで、はい、エントリー頼もしいメンバーが揃いました。いやそうですね、やっぱ若手の勢いある若手の選手と経験のあるベテランの選手がもう揃ってますんで、はい、いやこれ楽しみですね。はい、はい、さあということでヒートアップタイム場内ビジョンでの放送はここまでとなります。ではウエストランドのお二人にぜひキックオフへ向けてサポーターの皆さんへ改めてメッセージお願いします。はい、すいません、試合前の大事な時間ありがとうございました。すいませんでした。我々もサッカー大好きですし、はい、J リーグがそしてガンバ大阪盛り上げられるよう今日は一生懸命僕らも最後まで応援しますんで、はい、みんなで盛り上げていきましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ウエストランドのお二人はハーフタイムにもご出演いただきます。よろしくお願いします。ではヒートアップタイム、この後は池田琴美さんにバトンタッチをして引き続きガンバ大阪の YouTube チャンネルでお楽しみください。 YouTube ライブをご覧の皆さんこんにちは。今シーズンもガンバ大阪スタジアム MC を務めます池田琴美です。ここからのヒートアップタイムは私が進行を務めます。よろしくお願いいたします。そしてもうすでに横にいらっしゃいます、今日のゲストはガンバ大阪 OB の橋本秀夫さんです。橋本さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いや橋本さん先ほどあのピッチであのセレモニーもありまして、はい、まあ、もちろんね橋本さんのことをご存知の方ばかりだと思いますが、こう改めてこう橋本さんが経歴なんかちょっと軽く振り返りたいんですが、はいはい、もうとにかく優勝した時にもう全ての試合でこう活躍されてたと言っても過言ではない、はい、こんなに優勝をね経験されている選手なかなかいないと思うんですけれども、はい、こうガンバ大阪での思い出こう特に何かありますか。まあ、やっぱり一つ目の2005年のG リーグ優勝が僕は一番印象に残っているというか、まあ、やっぱりガンバがそれまで何回かこうチャンスがありながらもタイトル取れてなかったんですよね、はい、うん、でそれでそのタイミングでようやく取れたんで、はい、取れた後はやっぱ連続して取れるようになったんで、うん、そうでしたね、はい、クラブのステージもそこから変わってきたんじゃないかなって思います。でそのクラブのステージをこの上げた一人ということもありまして、今日はね橋本さんにもたくさんいろいろコメント質問をしていただきたいので、皆様ぜひチャットの方に質問をお寄せください。そしてチャンネル登録がまだの方はこのタイミングチャンネル登録登録もお願いいたします。では改めましてなんですが、ガンバ大阪のファンサポーター皆様に挨拶をお願いいたします。あ、すいません、去年で引退した橋本です。今から、ちょっと楽しく話ができたらと思って、ね、よろしくお願いします。お願いいたします、はい、橋本さん今すでに1000人以上の方が YouTube ライブをご覧いただいております、はい、でもうすでに橋来たとか橋の安定感とか橋監督みたいとコメントが来ております。確かに今日の服装だったりがもうちょっと監督感は確かにありますね。いやユニフォーム着てきたらよかったな。あでもユニフォーム姿も確かに見たかった、はい、でもそれはちょっと恥ずかしいなと思ったんで。なんで恥ずかしいんですか。引退したのになんかまだ未練がましく着るのはちょっとあんまりかなと思ったんで、でもちょっといつかまたねこう OB として登場していただく際はちょっとユニフォーム姿なんかも見たいの で、はい、 そうですね、その時はぜひお願いいたします。はい、まあ、今もう今日開幕ということで、はい、もうファンサポーターの皆さんも本当にうずうずしていると思います。まあ、前節が最初の試合ということで、はい、まあ、今シーズンのガンバ大阪の新たな、ね、このチームの雰囲気だったりというのが垣間見れましたけれども、はい、この新体制橋本さんはどのように映っていますか。いや、やろうとしていることが1試合目から表現しようとみんなが、はい、うん、チャレンジしてたなっていうふうには感じました。おお、なるほど、はい、まあ、監督が、まあ、今まではこう日本人の監督っていうのが長かったガンバ大阪ですけれども、はい、今回また変わってということで、はい、そのあたりの違いみたいなのって感じられましたか。はい、監督がっていうよりはやり方がこう洗練されているというか、みんなが監督が求めていることを表現しようとしてるなっていうのを感じました。はい、おお、なるほど。っていうことはこのキャンプだったりの間でこう監督の意思っていうものがこ う, うまく伝えられていた、はい、ということなんですかね。そうですね。おお、なるほど。まあ、あとは今回新加入の選手がもう早速スタメンとして出ていたり、うん、まあ、ベンチにも入っていたり、あとはまあ、はい、ゴールキーパーでいうと復帰した谷選手がまあスタメンに入っていたりと、はい、本当にまず開幕するまでどういった選手が出てくるのかっていうのがね、多分皆さん分からない部分があったんですけども、はい、この、ま、今日のメンバーもですけれども、このメンバーを見た感じは橋本さんはどのように感じますか。今日ですか。はい、今日。今日はまた改めて変えたんで、はい、正直、メンバーを入れ替えながらも、うん、
どれがフィットするかはまだ探してるなっていうふうに思いました、はい、お探してる、この相手によって合わせてるわけではなく、はい、こうまだまだこのどうやったらもっといいチームになるかを、そうですね、まあでも合わせてるところも多少なりあるかもしれないですけど、合わせてるよりは前回もですし今回も自分たち中心に考えてるように感じましたよね、はい、なるほど、まあ、その中でも変わらずこう出ている選手っていうのは、はい、あとあのサポーターの方だったりも、はい、あそうなんだってなったのが多分まずはキーパーが昨シーズンまでと変わりまして、ね、はい、あの東口選手から谷選手へと今こう2試合連続で出ていますけれども、はい、このあたりは橋本さんはいかがですか。僕は複雑な気持ちあります。複雑、はい、うん、まあ去年までのね、はい、活躍を考えたら出ててもいいし、うん、そうですね、うん、でもこう年齢をどうしても僕ら、まあ、僕自身もそうだったんですけど、はい、年齢が上がってくると次の世代がやっぱり出てこないといけないっていうところもあるんですよね。でもあの上に行く年代の選手からしたらそれにこう、はい、なんとか戦って出続けたいっていう思いはあるんですよ、はい、だからこそ東口選手もね出たかったと思うんですよね、うんうんうん、その中で今ちょっと出れてないっていうので、まあ本当1個のチャンスでまた出てポジション取り返してほしいっていう思いと、でも谷選手も活躍してほしいのはやっぱりあるんですよね。だからその辺はすごい気持ち的に複雑です。そうです、多分ファンサポーター皆さんも本当に同じ気持ちで、はい、まあ、昨シーズンまでも本当に頼もしかった東口選手のプレーも見たいですし、うん、はい、また新たに帰ってきてくれた谷選手のプレーも見たい、はい、こんなにまずキーパーのところから悩ましいチームって贅沢ですね、はい、贅沢です。本当にこう、はい、今日はねまず谷選手の活躍をね期待したいというふうに思います、はい、まあ、前節なんですが柏相手にアウェーで2対2引き分けということで、うん、まあなんといっても宇佐美選手が、そうですね、あの、はい、やっぱ中央であのドリブルってなんか懐かしさを感じたんですよね、うん、確かに。どうしてもちょっと散らしたりとか、うんうん、ゲームを作る方のプレーが増えてたりとか、はい、まあ、守備に追われてる時間が多かったりとか、うん、そういうのが増えてたんですけど、あの真ん中でこうグッグッと入り込む、はい、やっぱあの力強さっていうのはすごい嬉しかったですね。あとこの綺麗にシュートをこう1本打つっていうじゃなく、はい、このかわしてこう最後最後まで諦めない姿勢っていうのが、はい、本当にこのガンバ大阪引っ張っていくんだ、7番を背負うんだっていう気持ちが見えましたよね。はい、まあもう中心はもう中心で本人もですし、うん、見られてるみんながそう思ってますからね。はい、そうですね、本当にこのまた宇佐美選手がコメントで、はい、そのプレッシャーなんかも楽しいというふうにおっしゃっていて、うん、すごいまた頼もしい選手なんだなって改めて思いますよね。まあ、それだけの能力があるんでね、はい、だから自分の能力を本当にフルに出してそのプレッシャーを楽しめる状態に今いるっていうことは、うん、すごいいい状態だと思いますね。おということはもう今日の試合もこの宇佐美選手の活躍っていうのはもう注目ですよね、はい、そうですね、うん、まあ、他の選手もみんな活躍してくれると思いますよね。そうです、あその中でも、はい、この橋本さんが注目している選手をお聞きしたいんですけど、けれども、はい、どなたですか。僕は、ネタラビ選手、ネタラビ選手は、まあ、前節もね最後の方ちょっと出てきて、ね、最後で後半出てきたんですけど、まあ、それでもこう落ち着いて、はい、まあ、変なし日本のサッカーがどんなのかもわからない中 で、 そうですよね、うん、すごいいい形でゲームにこう溶け込むような感じでプレーされてたんで、はい、まあ、今日はねスタメンで出るから、はい、そうですね、余計そのプレー時間は長くなると思うんですよ、うんうんうん、で、まあ、組み合わせも今日に関して言ったら結構変わってるので、どういうところで、彼の特徴を生かすのかっていう、はい、もうもっと言えば彼が何を得意としてるかっていうのまで見てみたいなっていうふうに思ってます。確かにこう後半からだとこのもっと見たいなってこう気持ちが多分ファンサポーター皆さんもあったので、はい、前半から本当にこうどういったプレーを見せてくれるのか楽しみですね、はい、なるほど。またちょっとコメントが本当にたくさん来ていまして、はい、あちょっと重複するんですが、今年のキーマンは誰ですか。ちょっと大きいテーマですが、キーマン。あ、キーマンはまあ高志。あ、宇佐美選手。どうしようもないところだと思いますけどね。やはりもう中心となって昨シーズンのね、はい、出られなかった分も今シーズンぶつけていただいて。そうですね。あと得点っていうところでも彼はシュートがうまいんで、うん、まずは勝つためには点を取らないといけないっていうところで、はい、彼自身がどれだけゴール数を伸ばせるかでチーム状態変わってくるかなと思ってます、うん、なるほど。じゃあもう今まではこのアシストだったりコメント支えてるっていうイメージもね、はい、ありましたけれども、はい、よりも自分で取っていくっていう。そうですね、ポジションもねちょっとシャドウというか一個降りた中盤のエリアでプレーしてると思うんですけど、はい、その中でも点に絡むっていうプレー、まあ、前回が出たんですよね、はい、
それを続けるって結構難しいんですよ。中盤の守備もしないといけない、でも前線の最後ゴール前まで顔出さないといけないんで、はい、運動量も必要ですし、それをやり続けられたらクラブとして全然順位がこう自然と上がってくると思います、ね、なるほど。じゃあそのあたりもこう皆さん、ね、シーズン通して注目するべきところですね、はい、でコメントがいろいろありまして、あ、期待している新加入選手は誰ですか、はい、はもう先ほども名前ありましたね、はい、ネタラビ選 手、はい、まあ、でもあと半田選手も結構期待してて、半田選手それはどういったところを、はい、まあ、サイドバックでちょっと僕カジっぽいなと思ってて、まあ、同級生だったカジが、はい、あのちょっと雰囲気でこう対人のところで優れてるので、はい、まあ、あの前節でもちょっと1対1のところで困ってたところもあったと思うんですよ、うん、はい、でその辺の相手のドリブラーに対してこれから慣れてきて良さが出てきたりすると、うん、こう、まあ、まだ年齢的にも21歳ですし、若いですね、どんどん変わっていくと思うんですよね、はい、だまあちょっと失敗も体験しながら成長してもらえたらなっていうふうに思ってますね。なるほど。じゃあこれからのこう成長具合というのがすごい見どころですね、はいはい、あとコメントで、あの解説もよくされているじゃないですか、はい、解説が分かりやすいというふうにも来ています、はい、その解説が分かりやすい、その何か工夫とかされているんですか。工夫はまだちょっとできてないと思っているところなんですけど、はい、まあ、言葉のチョイスというかあんまりダラダラと喋らないようには気をつけてます。おお、なるほど。この一つのプレーに対してこう一言で表せる、はい、できる限りそれを目指してるんで、まだできてないなと思ってます。そうなんですか、はい、今ですらも今コメントもありましたけれども、はい、とても分かりやすくて、なるほどなってすごい納得することが多いんですけれどもまだまだより解説が素晴らしくなるんですね、はい、ならないといけないと思ってます。うわ、ちょっと今後楽しみにしています。コメント皆さんありがとうございます。まだまだお待ちしていますのでコメントの方お願いいたします、はい、そして、まあ、もうすでにフィールドプレイヤーの方も実はスタジアムでは登場していて、うん、まあ、交流のある選手っていうのは今の中ではちょっと、まあ、そうですね、少なくなってきて、うん、まあ、高橋はやっぱり去年もこっち来た時に話したりもしましたし、はい、そうなんですね、はい、あのちょうど怪我であのピッチにいなかった分ちょっと話ができたんですけど、はい、そこではどういったお話とかされてたんですか。いや、あんまり言えない話。あそうか、はい、まあ、あの特に苦しい時期に話をしてて、彼自身もリハビリして復帰してくる過程 で、クラブの試合の内容もあまりいい試合じゃなかった後にいろいろ話してたんで、でもそういったところで結構現役の方ともお話をして、はいろいろ逆に橋本さんが宇佐美選手を勇気づけたりみたいなこともあったんですか。そうですね、まあ、その関わり方っていろいろあるからっていう話はしましたね。どうしても怪我で離れてる時ってすごい難しいんですよね。でもともとは去年も中心でっていうことだったはずが、はい、やっぱりそこで怪我してしまったことでなかなかうまく回らなかったと思うんですよね。なるほど、はい、まあ、ちょっとねいつかこう話せるような内容がね聞けたらいいなというふうに思います、はいはい、あとあの実は今シーズンからこの中で新しい試みをしようと思います、はい、ボードを使って今節の戦い方をちょっと橋本さんにいろいろ予想をしていただきたいと思います、はいはい、ちょっとボードの方お願いいたします。マイクもお持ちいただいて、あ、大丈夫ですか。いい感じで、いい感じでハプニング起きてますね。ハプニングが起きてます。これちょっとこっち回しか。あ、大丈夫ですか。はい、で今シーズンからちょっとこちらにちょっと皆さんね見にくいのかもしれないんですが、あ、いけますかね。いきますか。こちら青色がガンバ大阪、はい、でこちらがアウェー、今回はサガン鳥栖ですねの一応あの予想フォーメーションっていうんですかねを今貼らせていただいております。でこれを見ながらちょっと橋本さん的に今日はどういった選手がどういう動きをするのかなんていうところをちょっとお聞きしたいです、はい、そうですね、まあ、基本この形だとは思うんですけど、はい、ファン・アラノ選手は個人的にはインサイドの方がいいと思ってるんですよね。で宇佐美選手と今場所が変わりましたね。そうなんですよ、うんうん、ただ今こっちでやっぱ結果出てる分こっちで使うんだろうなとは思うんですけど、はい、そう考えるとこのままの形のポジションをキープするんではなくて、はい、結構流動的にここが入れ替わったりここがサイド行って中央になったり、あ、僕はどんどん変わっていく方がいいんじゃないかなと思ってて、うん、それがね前節鈴木武蔵選手が中央でここで頑張ってたんですよね、うん、はいはいはい、すごいこう相手のセンターバック2人に対しても1人で頑張ったりしてたんですよ、うん、はい、で彼は速さもあるんですよね。そうですね、スピードありますね。本当はこうサイドに流れたりとかして、うん、こうファン・アラノ選手とかと、うん、こうポジションが入れ替わる形で慣れたりすると、どんどん鈴木武蔵選手の
良さが出てくると思うんですよ、うん、おお、なるほど。で流れるとそこに宇佐美選手も入る、ネタラビ選手も入る、山見選手も入るっていうようなゴール前にこう勝負していくところで、はい、もしかしたらそれは中央で勝負できた方がいいかもしれないけど、うん、サイドでクロス上げるのも全然いいと思うんですよ。そういうちょっと ね流動性が出てくると、うん、よりトスはサガン鳥栖はやりにくくなるんじゃないかなって思ってます。おー、なるほど、はい、じゃあちょっと今日はそういった流れになるのかっていうところも注目ですよね。そうですね、うん、どうしてもこうレイソルの時にこう固定でやってると、はい、こうバチバチっとこうマークに疲れることが多いんで、はい、そういう時は得点レイソル戦得点した時ってこうポジションを、ね、多少こう低い位置まで降りて相手を引っ張り出してスペースを空けたりとか、逆にダワン選手がもうこうサポートですごい寄ってこう出てこれない状態を作ったりとか、そういうのすごいやってたんですよね。だからやっぱそういう動きはすごい大事かなと思います。めちゃめちゃ分かりやすい。もう私ずっと試合中横に橋本さんいてほしいなって多分今ね見ていただいている皆さんも本当同じ考えだと思うんですが、はい、おー、なるほど、そういう風な。であとはトスが今この3バックで、はい、多分こう2人ですかね、あ、キーパー入れたこういう状態かな、うんうん、こういう形だと思うんですけど、はい、今日ねちょっとフォーメーションで出てるのが、はい、ここが原田選手と福田選手かな、ほうほう、福田選手ですかね、そうですね、出てますね、はい、はい、なんですけど福田選手とかボランチの選手なんですよね。で原田選手は本来は右の3バックの右の選手なんですよ。へー、だ結構ねポジション変えてきてるんですよ相手も。なのでもしかしたらこの福田選手が1個前行って、はい、山崎原田、うん、で両サイドが4枚っていう可能性も、ちょっと変則で作ってくる可能性もあるなと思ってるんですよね。それはもしかしたらこっち側のガンバに対して対策をしてくる、はい、形をいろいろもしかしたら可変、フォーメーションを試合中にこの福田選手を1個前に上げたりとか、はい、もしくは福田選手が真ん中にいて、ポゼッションするときは降りて、はい、攻撃になったら前上がってとか、そういうこともするんじゃないかなって思ったりもしてます。あとサガン鳥栖に関しました前節、はい、大差でこの負けてしまっているってところもあるので、はい、まあ、やはり今日、まあ、ガンバ大阪はもちろん勝つ気ですけれども、ね、まあ、向こうのこの気合っていうのもだいぶありそうですもんね、はい、そうですね。で前節大量失点はしてるんですけど、はい、自陣でのミスで失点してることが多いんですよね、うん、だこのゾーンで奪われてそのままカウンターで点取られてる、うん、で逆に2回ゴールネットは揺らしてるんですよ、はいはい、でもそれがオフサイドとかで取り消しになってるんで、うん、はい、そのあたりが攻撃としてはやっぱりパターンだったり形がすごいあるんで、その辺は逆に言ったら気をつけないといけないところだと思います。もうコメントですご監督やんと聞きまして、今前にいるスタッフもほうほうほう、なるほどというふうに、はい、ちょっとみんなこう頷いているようなところなんですけれども、まあ、今日はまあそういったその鈴木武蔵選手の速さだったりも活かせるような流動的な、そうですね、まあ、流れを作る、うん、はい、そこに対してやっぱここのセンターハーフというか、はい、がシャドウのようにゴール前にいかに入っていけるか、だから点の取れる可能性は鈴木武蔵選手がこの子にとどまっとくよりちょっとどちらかに行くことでスペースを空く方が点は取れるんじゃないかなと思ってます。なるほど。あと私も先ほどこう言ったんですけど、ハッシーの1試合通してガンバ寄りの解説を聞き続けたいどうしようね、皆さんそうですよね、J リーグのダゾンではそれはできないので、はい、そうですよね、はい、ぜひちょっとどこかのタイミングでガンバの、ね、何かでこうやっていただければというふうに思います、はい、あと体はもちろんやけど頭でサッカーした橋本さんさすがというコメントもあります。すいません、橋本さんにずっとしゃがんでいただいて申し訳ない、はい、では一度また戻っていただいて、はいはい、今シーズンこのようにちょっとボードを使って、はい、やっていただきました。皆様のコメントの中でも本当にすごいこの高評価で、ああ、よかったです、はい、全く同感です。横にいてこうずっと解説してほしい、すごい分かりやすい、はい、副音声でもいいから聞きながら見たいですと、はい、そういうチャンネル作ってください本当ですね、ちょっとガンバのスタッフの皆さんぜひよろしくお願いいたします、はい、で他にコメントをまた読ませていただきます。あ、スーパーチャットをいただいております、はい、ガンバのトップチームアカデミー含めて監督コーチに挑戦できるチャンスがあれば挑戦したいですかと。はい、挑戦はしたいです、まあ、特に僕はトップで挑戦したい思いがあるんで、はい、まあ、その前に
どれだけ力をつけるかっていうところかなって。なるほど。それまでにいろいろと、いろんな場面で、はい、経験、まあ、うん、ガンマじゃないところで経験したり、まあ、あと下部組織っていうよりは高校サッカーとか大学サッカーとか、そういうところでも挑戦したいなと思ってます。なるほど。またそれに続いてなんですが、あのガンマ時代のエピソードを聞きたいという声がやはり多いですので、はい、この仲の良かった選手はどなただったんですか？僕ね、中澤壮太っていうセンターバックと、はい、結構仲良くしてて、でよく試合終わり、はい、あのそのまま車別々なんですけど、はい、晩ご飯食べに行く店があって、おでもそこがあの火事でなくなってしまったんであらっていうのがすごい僕らの中では思い出がある店があります。この行きつけの店もあったんですね。そうなんですよ。ちょっともうあまり綺麗じゃないお店だったんですけど、すっごい美味しかったんですよ。で定食屋さんで、結構こう納豆とか後から足したりとか、こう栄養バランスを自分らで調整できたんですよね。ということはもう本当体にもいいお店だったんですね。はい、わあ、なくなってしまったのはちょっと残念ですね。残念なんですよ。はい、ではあのいろいろまだまだ後ほどコメントにもお答えできればという思うんですが、ここでガンバ大阪の新グッズご紹介します。ビューティー&ユースフーディーが、橋本さんこちらお願いいたします。はい、こちらです。価格が税込みで 12,100 円、カラーがブラック、ホワイト、ダークグレー、本日はブラックを、こちらご用意いたしました。前もシンプルなんですが、このバックプリントがかっこいいんですよね。このガンバカラーが入っていて、はい、こちらが、サイズが L サイズとなっております。で続いてビューティー&ユーススウェット、税込みで9900円、カラーがブラックとオフホワイト、本日私が着用しているのがオフホワイトの L サイズです。はい、こういった感じなんですが、橋本さんいかがですか？いや、いいっすね。いいですよね。僕173センチで、はい、68とか9キロなんですけど、はい、多分僕ちょうどぐらいだと思います。あ、 L サイズ確かに橋本さん、はい、いいですね。僕がちょうどいいサイズぐらいなんで、うん、あの皆さん買ってください。はい、そしてもう一つございます。ビューティー&ユースキャップ、税込みで4950円、カラーがグレー、デニム、ベージュで、本日はベージュをご準備しております。前こちらエンブレムがありまして、後ろこちらもね、あのフーディとお揃いで、うん、このようにガンバカラーが入っています。ちなみに私こちら購入しております。おー、早い。はい、あのリミテッドストア初日に行って買ってきました。はい、でこちらのねフードキャップなんかも本当日常使いしやすいですよね。そうですね、うん、カラーリングも使いやすいカラーリングになってるんで。そうなんですよ。ここであのガンバっぽさはあるんですけれども、こういい意味でこうガンバらしくないっていうところもいいですよね。はいはい、ファッションに落とし込まれてますからね。そうなんですよね。で皆さんこちらの方もぜひあの販売されていますので、あの購入してみてください。橋本さんもありがとうございます。はい、では続いて、はい、いただきますね。はい、ではあのコメントで来ているのが、予想スコアは何ですかと来ています。はい、僕の予想スコアもう言っちゃっていいですか？はい、ぜひお願いします。3対1で勝ちですね。3対1で勝ち、はい、その3対1というのはどういったところから、その3対1。いや、まず守備のところはあまりやっぱトスの方はうまくいってないし、もともと失点はある程度してしまうチームなんですよね。あ、そうなんですね。だそのチャンスをちゃんと決めれば、はい、あのある程度崩れるなっていう感覚はあるので、点は取れると思います。ただ失点もするっていうのは、トスは点を取る形は持ってるんで、ちょっと1点は取られてしまうんじゃないかなと思って3対1にしました。なるほど。じゃあその、ね、スコア通りになるのか、はい、とにかく勝ちの試合を見れることを期待したいと思います。はい、でこの時間で YouTube ライブが終わりとなってしまいます。最後にあのサポーターの皆様に、橋本さんから応援のメッセージをお願いいたします。はい、はい、あの今日はありがとうございました。でまた皆さんの声があれば、僕ここにまた立てると思うんで、はい、呼んでください。ありがとうございます。はい、ではまた今後とも頑張ってよろしくお願いいたします。はい、YouTube ライブはここまでです。引き続きダゾーンでガンバ大阪の応援の方お願いいたします。